シエルってじゃあ何ぞやっていうことなんですけども、これフランス語で材質とか物質っていう意味の言葉なんですよ。ところがですね、これ美術史でもよく使われる言葉で、例えばですね、まあ、イサイアのマチエールとか、あるいは彫刻のマチエールなんていう言い方をします。でこれ例えばユサイアのマチエールっていうと、例えばキャンバスの上に乗っているこう絵の具の盛り上がりだったりとか、あるいは彫刻のマチエールなんていうと、例えばこう石像のように使われている石のザラザラ感とか、そういったものを指すのにマチエールって使うんです。つまりですね、まあ、美術の中でいうとこの物質やの材質っていうのは、つまり作品を作るのに使われている材料ですよね。その材料そのものが持っている、まあ、肌合いっていうんですかね、感触っていうんですかね、それをまあ表現の方にこう使っているっていうようなことでマチエールっていう言葉を使うんです。で、斉藤清さんです。でこの方はですね、皆さんご承知の通り版画家として有名な方なんですけれども、この版画っていうのがですね、実はマチエールに着目してみるととても多彩なマチエールを持っている技法なんです。で、よく考えてみると版画って描くっていう行為はもちろんですけれども、一枚の作品を作るのに今度する、掘る、するっていう工程が加わりますよね。つまりその掘る、するそれぞれにも道具だったり材料が出てくる。つまりですね、ただ描くっていう行為だけ以上にですね、こうしこうそこにこう介在する材の工程が増える分、実はいろんなこう材料とかが使われている。つまりですね、とても多彩なマチエールを内包している技法だということが言えるんですよ。で、斉藤先生、そういった版画の特質を非常によく理解していて、まあ、本当にマチエールを、さまざまなマチエールを自分の作品の中に、まあ、活用していくことになります。で、早速皆さん後ろを見てみてください。もう斉藤清のマチエールなんていうと、まあ、先に出てくるような、これ何かというと木目を使った作品ですよね。あの後の方にも出てくるんですけれども、斉藤先生は非常にですね、木目の使い方が本当に個性的かつうまい方で、本当にこれいろんなこう作家の作品のイメージを作るのをですね、利用してるんですね。まあ、いわゆる木目の使い方っていうのも出てくるんですけれども、例えばこの作品ですよ。これ、まあ、分かりますかね。あのこれ、まあ、出てる人物の体に木目を使ってるんですね。でこれなかなかその人体にですね、木目を配するってなかなかこう変わった発想というか、まあ、斉藤先生ならではだなと思うんですけれども、これなんでこんなことしたかっていうと、斉藤先生、まあ、初めこの人物を描いてたんですよ。ところがですね、あまりにもなんか生々しい印象が拭えなくて、どうしたらいいんだろうって悩んでいた。その時にですね、まあ、たまたま本当に木版画なんですけども、板をですね、ガリガリ削っていたんですよ。そしたらですね、木目が偶然浮かび上がってきた。その木目を見て、あ、これを人物に配してみたら自分が嫌だなと思っている生々しさがこう軽減されるんじゃないか、そう思って作ってみたのがこの作品なんですよね。だからやっぱりその木目っていうものを見てですね、ただ単にこうあのいろんなこう表現に利用するだけじゃなくて、こう自分がこう求めているイメージに合わせる、そういったこうすごく柔軟な使い方をしているというところが、まあ、斉藤先生変わっているし、まあ、本当に木目はこの後も出てきますけれども、本当に多彩な使い方をしていることが言えます。あとですね、やっぱりマチールっていうものに着目していくとですね、まあ、やっぱり、ね、絵の見方というか感じ方も変わると思うんですよね。で例えばこの作品です。これはもう有名なさ月の合図ですよね。とても当館でも人気の高いあのシリーズの作品の一つです。でこれなんかはやっぱりですね、例えばこう、まあ、緑鮮やかなですね、いかにもこう長い冬を越えた後のこう緑のね、緑滴るこうあの会津の5月の会津に先生が感動して描いたかとか、あるいはですね、こういったこう構図の面白さっていうんですかね、そこを、まあ、あの見どころとして見ることが多いというか、当館でもそういう紹介をよくしていたんですけれども、一旦これマチエールという紹介をしてみるとどうですかね。実はいろんなところにこういった彫りだったりとか、あと実はここは摺りの、後でちょっと出てきます、摺りの効果だったりとか、実はこの作品マチエールに着目してみるとですね、先生がこれまで培ってきたそのマチエール技法がですね、まあ、存分に盛り込まれている、そういった作品というふうにも見ることができる。でマチエールに着目してみると、あのこの緑とかもですね、単なる緑じゃないんですよね。やっぱり複雑な表情を持った緑であることも見えてくる。
だからですね、今後もですね、この展覧会だけではなくてですね、そういったこうマチエールみたいなものに着目してみるとですね、また絵の雰囲気が見方が変わってくるのかななんていうことも思ったりもします。ぜひそういった視点で今回の展覧会見てくださいということですね。でこのコラグラフはですね、斉藤先生とマチエールというものを語る上でですね、もう絶対に欠かせない作品なんですよ。それは見ればまず分かるかなっていうところですね。ぜひ皆さん近づいて見てみてください。これですよね。さっき私ちょっと冒頭で油絵のマチエールみたいなことを言いましたけれども、まさにこれなんかこうぐちゃぐちゃぐねぐねした素材を塗り重ねているようなタッチが見えますよね。これ皆さん、でも油絵じゃないんですよ。これ版画なんですよ。コラグラフというのはですね、まさにこういったマチエールというか表現を特徴とする版画技法で、簡単に言っちゃうとですね、木版画は木の板を削ることで凹凸を出すのに対して、コラグラフはですね、まさに油絵を塗るごとくですね、こう粘り気のあるですね、素材をですね、版の上に塗り重ねることで凹凸を作る。その凹凸によって版を作っていく技法なんです。だからまさにですね、描くようなタッチのマチエール の版画が作れる技法なんですね。で斉藤先生ですね、この技法を1962年にですね、創始者の一人である先生から直接学ぶんですけれども、それ以来ハマっちゃうんですよね。でいろんなこういったコラグラフの作品を作っていくことになります。でやっぱりですね、これマチエールを語る上でですね、まさにそのマチエールが先生面白くて作ったんだろうな版画っていう感じ の技法ですので、この展示には書くことができないものなんですね。で当館コラグラフ作品かなりの数持ってるんですけれども、そうは言ってもですね、これだけの展示室なのでそう多くは飾れないということで、ほんの一部を出してるんですけれども、それでもですね、こういったこうタッチなんかに注目してみるとですね、このコラグラフとても面白いと思います。ただですね、今回実はですね、ちょっと見てほしいのがですね、実はこれなんです。作品もさることながら、でこれ何かというとですね、コラグラフの原版です。つまりこれを元にして、これをこの版をすることで、作品ができるという、その元になった版なんですね。でこれですね、なんで見てほしいかというとですね、そもそも斉藤先生、原版を残すということがとても少なくて、原版が残っていること自体貴重ということもあるんですが、これですね、見ていくとですね、斉藤先生がどういう方法を使ってですね、表現していったかということがよくわかるんですよ。でちなみにこれ、ここに上の方にちょっとこの言葉の説明がありますが、これ何かというとコラグラフについてのですね、インタビュー記事を抜粋したものなんです。ですので、これを見ながら、読みながらこれを見ていくとですね、どういうことを斉藤先生が作って、コラグラフを作っていったかというのがよくわかるんですよ。例えばですね、これ冒頭のところにですね、細かい木の実があってボンドを塗った上にそれを振りかけ一晩乾かしてうんぬんというフォームが出てきますよね。これ何言ってるかというとですね、この版の真ん中のところなんですよ。わかりますか？ちっちゃいブツブツがあるの。プツ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 、真ん中の方の黒いところにちっちゃいプツプツが開いてるの分かりますかね。そう、小さい細かいプツ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 が開いてるんですよ、これ。で、これが何を言ってるかっていうと、この細かい木の実を振りかけることで版にちっちゃい穴を開けてるんですよ。つぶつぶの穴を開ける。で、そこにインクが溜まるんですよね。で、そのインクが結局これプレス機でするものですから、その凹んだプツプツの凹んだところに埋まったインクが押し出されるんですよ。つまりですね、これこのプツプツ、細かいプツプツが出ることでですね、とてもですね、こうグラデーションがあるというかね、すごくこうなんて複雑な黒が出るんですよ。で、ちなみにこれの原版の元になった作品が向かいの青壁の3番目の作品なんですね。まさにこのところです。ここのところ、ちょっとただののっぺりした黒ではなくてですね、とてもこう、グラデーションも来てるし、よく見るとですね、ここもなんかちょっとざらついたような黒になっているのがわかりますかね。これまさにこれのこと言ってるんですよ。このつぶつぶのつぶつぶを出すことで、細かい黒を出すっていうんですかね、それによってこういったこう複雑な黒を出しているっていうようにですね、現場を見るとですね、斉藤先生が何やってたかっていうのがよくわかる。であとこの白いところもですね、ニスを塗ってなんかインクがこう取れるようにしてあるっていうのが出てくるんですけれども、まさにですね、この
ここのところを見るとですね、ちょっとテラテラ光ってるのが分かります。まあそんな風にですね、だからまああの言葉と原版とこれを見るとコラグラフがどういう技法で作られていって刷られていったのかっていうのがよく分かりますので、ぜひですねこう見比べてみると面白いのではないかなと思います。はい、ですね。またちょっとこちらからガラッと変わります。木版画なんですけれども。こちらのお部屋はですね、彫る、木版画の中でも彫るという工程、そこから生まれるこうマチエールというものに注目した作品が展示されています。まあ一目瞭然じゃないかと思いますね。これなんか例えばそうですよね。まあここなんかはいかにもこう板を彫ったあの跡だっていうのがわかるんですけども、まずこれわかりますか、ここのなんかちょっとこう大理石みたいな石の花みたいなこれ表現がされてますよね。これも実はですね、掘ることによって出てきている技法なあの表現なんですよ。まあ、実は掘るだけではないんですけれども、まあ、スリーもちょっと関わってくるんですが、これどういうことかというとですね、ちょっとそこにも出てくるかな。まあ、斉藤先生、掘るときにですね、縦横斜め、縦横無尽にこうやって掘ることによって、こういったこう、まあ、ボコボコしたような穴っていうんですかね、そういうのを出している。で、実はですね、ここにある作品ってほとんど1960年代の作品なんですが、このですね、1960年代というのは結構重要な年代で、斉藤先生、いろんなこういったですね、彫りによるですね、マチエールを生かした作品というのを非常に多く作るようになってくるんですね。その前ってどちらかというと、さっきのあのキラのところとかも出てきましたけれども、こうなんかやっぱインクを強調する、いわゆるこう色面を強調するような表現が多いんですけれども、60年代になるとですね、だんだんそれが変わっていってですね、こういった彫りみたいな、こういったこう特徴的なですね、マチエールを前面に出していくような作品を作るようになります。この作品なんてね、本当ね、なんか彫りのいろんな表情のオンパレードみたいなね、作品ですよね。で、斉藤先生が面白いのがですね、その彫りによって出てきた、まあ、いろんなマチエールが出てくるんですけれども、それを本当に縦横無尽に作ってるところなんですよね。例えばですね、これ皆さん両者はこれわざと並べてるんですけれども、ここの彫りっていうかマチエールですよね。これこの作品ではこの地面のところっていうんですかね、に使ってますけれども、同じような彫りを今度は人物をシルエットに使っているわけですよ。だけどこれ同じような表情なんだけれども、作品でこうやって変わることでガラッと変わりますよね。そして違和感がないんですよね、やっぱり。だこういったところがですね、やっぱ斉藤先生なんかこうマチエールをこうなるな熟達してるっていうんですかね、使い方がうまいっていうんですかね、そういうのがですねちょっとやっぱ感じられるのではないかなと思います。この先はちょっと木目の作品ですね。で、なんでですね、このお部屋にですね、彫りと木目の作品が展示されているかというとですね、この2つ実は密接につながってるんですよ。というのはですね、まあ、ここにもある、ちょっとさっきも私ちょっと冒頭でちょっと喋ったんですけれども、斉藤先生実はですね、板をガリガリ彫っている、削っている時にですね、この木目が自然に出てきた、そこで木目の効果っていうのを発見するんです。つまりですね、こう掘る、削るっていう行為の延長線上に実は斉藤先生の中では木目があったということなんですね。だからちょっとこのお部屋では掘るというこの行為につながるものとして掘り目、木目の作品を紹介しています。で、まあもうこっちの壁なんかね、まあ、本当斉藤先生の木目の作品、えげつないくらい有名作品をですね紹介してますので、後でこれはぜひじっくり見ていただきたいんですが、このお部屋の見どころの一つがやっぱりこれなんです。これも版木ですね。これはさっきのコラグラフとは違って木版画の版木なんですが、ですね、木版画の版木が本当に残ってないんですよ。コラグラフの版画の現場はですね、それでも斉藤先生結構残してるんですけれども、もう木版画はですね、結局再販さ、自分が知らないところで勝手に刷られるのを恐れてですね、ほとんど廃棄してしまってるんです。だからこういったこう版木が残っていること自体貴重なんですが、この版木が貴重なのは、ご覧の通り木目が出てるということなんですよ。当館もですね、数少なく版画の木版画の版木は持ってたんですが、これが入ってくるまでですね、木目の版木がなかったんです。だから斉藤先生がですね、どうやってその木目を出してきたかっていうのが実は分かってるようで分かってなかったんですよ。というのは、例えば後ろの猫ちゃんの絵見てみてください。あれものすごく細かく木目出てますよね。あれをどうやって出してるかなんですよ。で、この木目を木版画のその版木を見てみるとですね、分かりますかね。
意外に浅いんですよ。あれ見てると結構こう深くこう浮き立たせてるのかなって思うんですけれども、意外に浅い。だからこれおそらく、まあ、深く浮き立たせることで木目をはっきり出すというよりはやっぱりすりなんじゃないかと、そのする時の加減によって出してるんじゃないのかなっていうのが、まあなんとなく推測はされるんですが、そうなんですよ。結局これが入ってきた時に、あ、これでやった斉藤先生の木版画の木目の秘密がわかると思ったんですけれども、これをじっくり見てみるとですね、かえってわからなくなってきてしまって、ちょっと宿題が増えちゃったかなっていうところなんですが、まあでもこれはやっぱりこんなことで、まあ、木目を出しているというところで、まあ、貴重なものですね。で、硬い木なんかはですね、斉藤先生が自らおっしゃっているように結構ですね、まあ、乱暴って言っちゃいけないんだけども、わりかし大胆に削ってたみたいなんですね、ガリガリ。そういうことで、その硬い節の部分が残って柔らかい組織が削れていくっていうことだと思うんですよね。だけどね、こんなに繊細に綺麗に出せるのかっていうかえってわからなくなってしまったというところもあるんですが、でもまあこれとても貴重なものなので見ていただければなと思います。はい、こちらからはですね、またちょっとガラッと雰囲気が変わったの分かりますかね。これでもやっぱりこれも木版画なんですね。これ何かというとですね、斉藤先生はですね、これ自らゴマ刷のようなものという言い方をしているんですけれども、まあ要は何かというとですね、これはですね、刷りによる効果なんです。ゴマ刷りそのものはですね、これ実は浮世絵なんかでもよく使われる有名な技法の一つなんですが、まあ、簡単に言ってしまうとですね、刷りによってですね、ムラを出す技法です。刷りの、まあ、バレンのこう押し当て方とか、あるいはですね、版画紙って実はボコボコしてるんですね。表面がツルツルではないんですよ。ボコボコしてるっていうところことが凹凸があるわけで、そこがその版に接するところもこうすごく強く当たってたり、ちょっと浅く当たってたりするんですよね。まあ、そういったですね、紙の凹凸、そしてバレンをする力の強弱ですね、それによってなんていうの、刷りにムラを出していく。な、本当想像してみればわかるんですけれども、まあ、強く力いっぱい入れればそれだけベタッとしたインクがつくんだけれども、そこにこうちょっと強弱をつけてみたりすると、まあ一辺倒ではなくてムラが出てくるわけですよね。それをわざと出して活用していくっていうのが、斉藤先生が自らこう刷りのようなものというところの、まあ、技法なんですよね。まあ、これはいわゆる刷りによって出るマチエールと言っていいと思うんですが、まあですね、こういうふうにですね、ちょっと石の表面みたいなザラザラした感触が出るんですよ。で、これですね、斉藤先生ですね、やっぱり同じさっきの彫りと同じ60年代にですね、やっぱりこの技法にですね、気がついてですね、使用に集中的に使うようになってくるんですけれども、まあやっぱり面白かったんでしょうね。これなんかその何ていうの、ムラが石のようなこのザラザラした表面っていう感が出ると、よくこれ利用している作品だと思うんですけれども、これちなみにですね、池袋駅をかつての描いてるんですけれども、まさにその石のこのようなザラザラが、多分この砂利の下の砂利っていうんですかね、これ線路ですよね、砂利のところをこう表現している。これもまさにだから本当そのものある意味ズバリの使い方をしていると思うんですけれども、そういったこうムラを出す表現っていうのがですね、まあ例えばこんな作品なんかにも使われています。まあ、これがなんかこのところなんですけれども、これちょっと彫りなんかもちょっと入れてはいると思うんですけれども、まあ、やっぱりこういうところですね、あるんですね。まあ、ちょっと色をちょっと重ねてみたりとか、あと彫りによってもちょっと板をこうやっぱりこう凹凸出すことによって、でそのさらにそこに刷りの凹凸も加えることで、非常に複雑な表情をこうやってこんな風に出しているようになる。こちらからの作品はですね、会津の冬をまあテーマにしたお部屋になります。もう会津の部屋はですね、皆さんもご存知の通り、斉藤教師の中では最も有名なシリーズですし、まあライフワークですよね。というのはですね、斉藤先生も本当版画を始めたですね、1930年代後半、まあ40年代ですかね、から亡くなるまでずっと実はコンスタントに会津の冬って描き続けてるんですよ。まさにライフワークなんですね。で、これどういうことかというとですね、コンスタントにそういったこう時代時代で描いているということは、例えばさっきの60年代の掘りとかお祭りとか、そういったこう各年代でやってきたことっていうのがそのままこう如実に反映されている。だからですね、会津の冬だけを見るだけでも、先生がその年代何やっていたのかっていうのがですね、実は分かる。そういう意味でもこの会津の冬っていうのはライフワークであるということが言えるんですけれども、例えばこちらの作品ですね、
これはあの斉藤先生の会津の冬の中でも最初期の作品の一つになります。でもここですね、すでにもう最初に使ってた木目であるとか、あとここら辺なんかのこうちょっと彫ですよね、まだあの60年代のに比べるとですね、まだこうなんていうのかな、こうちょっとラフな感じが残っているんですが、まあこういった彫の効果っていうのもあのすでに見えているのがわかります。で、あとこちらかなりここから先が立ってきたあの作品なんですけれども、まあ、ここら辺になるとその60年代で見られた交互のですね、あの彫なんかが見られるようになっていきますね。で、こんな風にですね、やっぱりいろんな時代の特徴っていうのがそのいろんな時代に描かれている会津の冬にもこう反映されていくようになるわけです。で、こちらの作品ですね。これはあの会津の冬ってあのいろいろあるんですけれども、最も有名なのがですね、1970年から晩年にかけてずっと作られているですね、110、115作のシリーズがあるんですよ。で、これはですね、その有名なシリーズの第1作目にあたる作品です。ということでですね、当館はこの作品をまあ紹介したりですとか、あるいはもうこうパッと見てわかるこの黒と白のこの強烈なコントラストですよね、このそしてこの構図の面白さですよね、そういったところでこれ紹介しがちなんですけれども、よく見てみるとですね、この黒と白のコントラストなんて表現してこの作品紹介するんですけれども、よく見ればですね、ここに彫りがあるんですよね。これ単純な黒ではないんですよ。やっぱりこの彫りのマツエルによってやっぱりこう細かい表情というかニュアンスを出してるんですよね。これもそうですよね。これなんかはよりこうちょっと彫りの効果っていうのが強く出てると思います。ちなみにこれ、この作品とこの作品、あの同じ会津の冬シリーズの作品なんですが、あの同時期に書かれている作品ですよ。まあ、あの同じ年に書かれたとは思えないようなね、ちょっと表現の違いというのも見どころなんですが、まあ一人にマチエルというものに直目してみると、いろんな実は技法を使ってやってるんだなっていう、そういったちょっと考えもですね、出てくるのではないかなと思います。ただ単に懐かしいだけの絵ではないというところですかね。で、こちらですね、こちらの3点はですね、さっき見たゴマズイのことをちょっと思い浮かべてみると、ああっていうふうに思うんじゃないかなと思います。ね、このこういうちょっとこうザラザラしたような感じですよね。あのだから会津の冬の作品の中にもこういったこうちょっとザラついた描写っていうのがあるんだなっていうところですね、ちょっとあの気づいてもらえると面白いんじゃないのかなというふうに思います。で、またこの奥のところですね、はい、これ同じ壁に並べているのには意味があって、ここの方のところってやっぱりその村の、あのわざと村を出すのゴマズリの表現が空のところに使われてるんですよね。だからこれこっちの作品と比べるともうだいぶ晩年の方に入っている作品なんですけれども、やっぱり同じようなゴマズリの技法をずっと先生が使っているのと同時にですね、どんどんやっぱりあれと比べると表現が変化しているっていうんですかね、そういったちょっと変化なんかも会津の冬を見てるだけでも分かってくるっていうのが見えるかなと思います。で、こっちの壁ですね、さらにで、こっちの壁はですね、会津の冬の中でもですね、ちょっと木目に注目した作品を展示しています。で、木目の100作品もですね、ずっとだからそれぞれの会津の冬にですね、反映されてるんですよ。これが初期の方の会津の冬です。まあ、非常に分かりやすく木目使ってますよね。はい、じゃあこちらの作品、そしてこちらの作品です。これ、さっきの会津の有名な会津の冬のシリーズの中の一点で、まあ、おそらく会津の冬と言われたときに、皆さん、真っ先に頭に思い浮かべる作品の一つではないかなと思うんですが、これ実は木目使ってるんですよ。わかりますか？はい、ここのところをよく見てみてください。雪がこうちょうどこう降り積もって、グラデーションみたいになったところにですね、木目の線使ってるんですよ。これによってですね、やっぱりこう雪がこう降り積もって重なっているっていうことをですね、表現しようとしているんじゃないかと思うんですね。部屋ですね、こちらの部屋はですね、ちょっと離れているので、あの見逃しちゃう方もいるんですけども、ここは絶対見逃さないでください。とても重要な実は展示です。というのはですね、まあ、そこにあの描く痕跡としてのマチエルというのがありますけれども、まあ、斉藤先生がですね、そもそもなんでそういったこう版画のこう版画が持っているマチエルに注目したかというとですね、やっぱりここに書いてある通り、油絵のマチエルというものにですね、そもそもが惹かれて、そこから版画にもなんかそういうことができるんじゃないかと思ったのが始まりなんじゃないかというふうに思われるんですね。
あの冒頭 の, あの挨拶文のところにですね、まあ、版画と出会ったきっかけっていうところが紹介されているんですけれども、そこでですね、まあ、斉藤先生、あの、まあ、安井翔太郎という方のですね、まあ、この方は油彩画家、あの油絵画家なんですけれども、洋画家さんなんですけれども、彼がですね木版画を作ったと。でその木版の安井翔太郎の木版画作品を見て、あ、油絵のような町絵が版画でもできるんだっていうことを知って、それ以来版画に傾倒していったっていう回想文が出てくるんですよ。もうこの回想文から見てもですね、斉藤先生がやっぱりそもそもこうこだわっていたというか、そもそもこうこのきっかけっていうのがまさに油絵の町絵だったんじゃないかっていうふうに思われるわけです。で実際斉藤先生はですね、実は言うと版画を本格的にやる前はですね、油絵描いてたんですよね。でやっぱりそこが実際自分が油絵を描いているっていうところからもですね、実はこの油絵が持っている町絵っていうのが、まあ、ゆくゆくはその版画の方になっていったっていうのではないかなというふうに思われるわけです。でですね、ここはそういったこう斉藤先生の、まあ、町絵に出会うきっかけとなったと言ってもいい、まあ、斉藤先生の初期の油絵作品が展示されています。まあ、実はとてもこれ貴重なものなんですけれども、はい、あのぜひ見ていただきたいんですが、はい、実はですね、私ちょっと意地悪というか嘘を言いましたこの展示室にはですね、油絵を展示しましたと言いながらですね、油絵作品ではない作品が展示されています。さあどれでしょうかわかりますかはい、そうですね、まずこれですよね。これはあの木版画作品です。こっちは同じ作品でも油絵作品になります。まあこれは実は言うとここに6分の50って書いて50分の6って書いてあるので、まあ版画かなって分かるんですけれども、はい、実は他にもあります、油絵じゃない作品どうだ実は言うとですね、ここの3点は油絵じゃないんです。これあの何かっていうとですね、さっき出てきたコラグラフですね。コラグラフの原版に色を塗ったものです。あのさっきコラグラフってこう油絵を描くようにこう作れる版画だっていう話をちょっとしたかと思うんですけども、まさになんですよ。まさにこれ原版が本当に油絵のようなタッチになってるんですよね。で実を言うとですね、この作品とこの作品、あのこの原版が元になったコラグラフ作品当館所蔵しています。でまあ、本当はですね、一緒にあの並べるとより分かりやすかったんですけれども、だからこれはこれ原版なので、コラグラフ作品はですね、例えばこういったものは全部反転してるんですよ。最後逆になってるんですよね。だからこれ原版になってるっていうのが分かるんですが、これわざわざ色を塗ってですね、あたかも油絵作品のようにしてるんですよ。やっぱりこういうところからもですね、コラグラフの持ってるタッチ、そしてそれがやっぱり油絵に通じるものである、そういうところからですね、やっぱり斉藤先生がコラグラフというものに関心を持っていたし、そもそもやっぱりマチエールというものにこう興味を光り出すきっかけがやっぱり油絵だったんじゃないのかっていうところを、まあ、この3点の作品が物語っているように思われます。あのこれとてもこの前これもですね、もちろん版画作品はですね、あのするので何点かあるんですが、この原版はですね、これはもちろん1点しかないものなので、とても貴重なものですので、あのぜひご覧になってみてください。